所がもうすぐ。そういうのには参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。でも今回は記念的な行事だし、シスターのみんなには出席してほしくて。それは君の考えだし、他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。それは君こそ今回の行事の責任者よね。変だと思わないの？どこか変かな。今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないの？そんな、みんなはそういうことしないと思う。それは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの？安心して、君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。私が参加すると思ってないでしょうからね。これ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけど。そうだった、大事な記念行事、遅刻したらまずい。じゃあ戻るね。なんかあのシスター、詭弁しか言ってなかった気がするな。さっきから気づいてるわよ。君たち誰？何のために盗み聞きしてたの？気をつけろ、危険なやつだと思うぞ。少なくともずる賢いのは間違いない。あら、長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。今の聞こえたのか？すごい小声で言ったのに。ふん、浮遊物を連れた異邦人。なるほど、君が風魔竜を倒した栄誉騎士、その肩書きに免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわ。でないと君たちの返答次第では最悪牢屋に入れる可能性もあるから。え、モンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか？少なくとも見て見ぬふりはできないでしょ。シスターにだって正義感はあるわよ。なんだか違和感があるけど、否定もできないな。君たちこそ何のために雪山に来たの？彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ。雪が止んでからここを通る人は結構多かったから、まだ残ってるといいんだけど。もしかしてお前も彼を探しに来たのか？違うわ、これらの足跡に元素力が残ってたからね。職業病みたいなものよ。警戒しておいて損はないわ。勝手に思ってなさい。私も彼の様子を見に行くから、行きましょう。あれがアルベドか？なんでこんな場所にいるんだ？アルベドは絵を描くのが好きで、様々な場所でスケッチしていると聞いたわ。ここは視界が開けているし、風景も悪くない。素材としては申し分ないからね。でも、ヒルチャールたちに気づいてないってことはないよな。襲われたりしたら大変だぞ。うわぁ！誰だい？なぜヒルチャールを驚かしたのかな？絵が完成してよかった。危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよ。けど、なんでヒルチャール？みんな似たような顔じゃないか。説明するには複雑だから、僕の絵を直接見てみるといい。おお、真面目に描いた作品もあれば、
適当に書かれたものもあるな。それらはどこにでもいるヒルチャールだ。時間をかける価値はない。でもこいつを見て、体格も毛髪も姿勢も他とは違う生命力を感じるだろう。繰り返される原始的な集団の暮らしの中で、そういった特殊性は進化を意味する。進化は無から有へ、基地から未知へ。待って、それ長くなるやつよね。私は興味ないわ。人も見つけたし、私はここで失礼するわよ。あ、こいつに聞きたいことはないのか。おーい、変わったやつだな。アルベドと旅人、気が合うみたいね。あの二人はどちらも異端。モンドの平和に影響を与えるかしら。